明治末期の北海道を舞台に描かれた人気漫画ゴールデンカムイに出演している山崎賢人さんと山田杏奈さんが先ほど共同期のスタジオにも出演しました。俺は不死身の世界元だ。札幌の映画館で行われた舞台挨拶、杉本佐一役の山崎賢人さんとアイヌの少女アシリパ役の山田杏奈さんが喜びを語りました。今日は北海道に帰ってこれてすごく嬉しいです。さっき開拓の村にみんなで行ってきて、撮影の時以来に。午前中にはロケ地にもなった札幌市厚別区の北海道開拓の村を訪問。映画のアクションシーンで実際に使われた馬そりを鈴木知事に送りました。そして先ほど郷土記のスタジオを訪れた2人、山崎さんは過酷な撮影シーンについて語ってくれました。北海道が舞台の映画ゴール、まあでもなんか安全にちゃんと考慮していろんななんかねやって引きずってもらったんで、うん、そうですか。しかもあのシーン結構長いっすよね。結構長いっす。結構長いことを引きずられましたね。開拓の村ってあんなに長いの？あのメインストリートみたいな、メインストリートすごい長い、うん、まあ本当に特殊メイクも傷だったりとか、うん、はい、メイクもいろんなこう、うん、杉本に衣装もそうですし、一つ一つあのプロフェッショナルな人たちが全部完璧に杉本にしてくれたんで、まあ、それをこうまとって杉本になると、うん、まあなんかその俺は不死身だっていう風に思いましたね。また劇中の衣装はアイヌにゆかりのある人たちから監修を受け作られたといいます。すごく私自身もこう実際作っていただいたものを身につけているということで、こう背筋が伸びるような感じがあるというか、あのすごくアシリパをやる上でなんかありがたかったです。もうスタッフキャストみんな原作に愛とリスペクトを持って挑んだこのゴールデンカムイが、やっぱりそうですね、北海道の皆さんがこれだけこう盛り上げてくださってるのがすごい嬉しくて。映画ゴールデンカムイは全国の映画館で大ヒット上映中です。